スタート。皆さんこんにちは、サッカー脚本家の中澤武史です。冒頭からグダグダなんですけれど、今こちらお台場、デックス東京ビーチの4階の、ここのステージであってね、毎月1日でアイドルライブをやってるんですけれど、ライブの前に30分間、ニコ生の番組の公開収録をやらせていただいております。ということで、その番組の司会を、喋りのプロではない物書きのプロの、中澤くんがですねやるというこの企画も来月で終わりということで、とっても嬉しい。なんか口が滑りましたがということで、中澤たけしアイドルプロデュース、出演するアイドルさんを早速お呼びしましょう。まず一人目のアイドル、みなみなさんです。地球の赤い狭間にあるキルガムの出身キルリアイドルみなみなさん、おめでとうございます。なんかだいぶご無沙汰って感じなんですけれど、めちゃめちゃですね。もうこの番組嫌で帰ってこないかと思いました。あ、本当に帰りたかったんですけど。帰りたかった。本当ですか。本当に本当にこの番組出たいと思ってます。なかなかの厳しいコメントも飛ぶ。これさ、もうちょっとコメント見やすい画面にできません？ちょっとすいません、すいません、ちょっとお客様ちょっと公開する、これこの画面大きくなりませんか、ね、すまないな、なかなかラスト2回ですけれど、未だにトラブルの多い現場なので、はい、そうですよね、ちゃんと放送できたことないですよね、なんかね、音が悪いらしいんでちょっとマイクの調子が良くないのかな、あれですかね。まあすいません、でも時間も限られてるんで、ちょっと音がだんだん調整してくるんで、はい、ちょっとお待ちください。じゃあいきます。次のアイドル、荻野あさみさんです。荻野さんです。やっぱりナンナさんの後だとテンションがだいぶ、まあまあそうですね、すごいびっくりしました。低い、普通ですけどね、低い、まあいい感じの、いやもう私だってもうこの番組やりたくないんですよ。だからそ低いに決まってるでしょ。やりたくないって言っちゃった。怖いですね。怖いですね。この番組大丈夫なのかな。コメントでホサティン頑張れっていう、もうスタッフへのファンがいるんですかね。頑張ってくれ。ホサティン、あそこでいじってる人ホサティンと呼んでね、お客様で触れても大丈夫なんで、ホサティン。アイドルには触れちゃダメですよ。ホサティンのことは触れても大丈夫です、ね。ホサティン最近ファンを確かに多いです。ホサティン最近ちょっとね、ファンが増えてちょっとね喜んでますよね。昨日とか、先週もニコ生やったんですけど、やっぱホサティンファンがかなり、ホサカさんだけだけどね、南部さんファンとかこの事務所の他のタレントのファンが結構多くて、嬉しい限りでございますね。嬉しいですね。ということで今後もちょっと、はい、そうこの番組は山口敏太郎タートルカンパニーという事務所でやってる番組なので、ちょっと事務所のね、はい、ググれば、ね、サイトが出てくるので、こんな人たちがいるよっていうのをぜひ知っていただければと思います。はい、よろしくお願いします。じゃあ次のアイドル、14代目トイレの花子さん。はい。まあお決まりのね放送事故ということで。花子さん戻ってきて、もう結構今客席にちょっと、それはライブ中にやってくれ、トイレットペーパーを渡しに行くというね、自由ですね、花子さんね、こっちが花ちゃん、あ、こっちが花ちゃん、まあ14代目トイレの花子さんとは生きるリアル妖怪という、はい、まあ、設定の子なんですけれど、はい、設定って言うと怒られるんですけれど、そうですね、昨日相当怒られました、ニコ生で、まあ、あんまり設定言うもの、そうですか、じゃあ、まあみんな言っちゃいますけど ね言っちゃいますよね。今日からですね、はい、この番組が終わった後アイドルライブがあるんですけど、はい、花子さん今月から、今月からというか今月だけなのかな、ちょっと詳しいことわかんないけど、はい、ライブできなくなっちゃったんですよ。すごい、暴れすぎちゃって、これはすごい、前代未聞じゃないですか。お台場で暴れてライブができない。そうですね、世界でこの子一人だけですからね。アイドルってそういうジャンルだったかなって気もするんですけど、この番組、ちょっとお客さんはね、なるべく前の方で聞いた方がいいかもしれないんですけど、マイクが使えないんですよ。諸事情により、地声でやらなきゃいけなくなった最大の理由もおそらく花子さんなんですけど、そうです、
あのさすが妖怪なんでね、はい、みんなの肩身をどんどん狭くしていく大暴れぶりがですね、そうですね、なかなか。でも妖怪ですからね、まあ、ね、妖怪がみんなに愛されるためにね、笑顔を振りまいてね、どうこうしてっても違うんでね、ダメダメ。僕はもう花子さんにはいろんなものをぶち壊してほしいなと思うので、ね、まあ正しい姿ですよね、妖怪ね。でもあんまりやらせるとあのちょっとね、僕も事務所に怒られてしまうので、ね、なるほどね、難しいところです ね、 ね、難しいところなんで、はい、今日コメント結構多いですね。ありがとうございます、まあ、結構やばいコメントも多いんですけれどね、はい、あの児童虐待ではないんですね。あ、そうじゃない、別にダメじゃないの、まあ、NG ワードじゃないの、自分でやりたくて出てきてるんでね、そういう感じで。じゃあ次のアイドルさんを呼びますね、黒猫タンゴさん。はい、こんにちは。本場所本日大相撲9日目何としてでも極点法的に勝っていただきたい黒猫タンゴです。よろしくお願いしますなんかね、いきなり相撲の話が。今大相撲やってるんですか。今大相撲やってますよ、今7月場所ですよ。あの相撲といえば、はい、リナンナンさんが高藤力さんと同じ事務所なんですけどちょっとびっくりですよね。す高藤力さん、あの所属事務所のページを見ると高藤力、リナンナンって、ね、ツートップなわけですね。ツートップですよ、すごい。タレントが2人しかいない、2人しかいないんですよね。いやでもすごい、ちょっとびっくりしましたしね、リランナもびっくりです。リランナさんあれなんですよね、最近あのカラオケに曲がね入ってましたね。すごい、そうなんですよ。意外とね、皆さん知らない間に活躍をしててね、でなんかちょこちょこやってたらね、なんかちょこちょこいろんなことがありますよね。高通力パワーですね、これね。ちょくちょくやってたらいろいろあると思うんで、このちょくちょくもね、何かをきっとね。いやーいやじゃない、どうでしょういやじゃあ、コメントでネジ式に反応してる方がね。ネジ式、そう、今日はネジ式なんです。黒猫タモさん、僕昔からあの初めて会った時から次吉春さんの描く女の人っぽいなと思ってて、次げ感があるって、次げ感が半端ないなと思ってて、確かに確かに、あの赤い花の主人公みたい、主人公がヒロインみたいで、ね、髪の毛だね。でコメントであの可愛いとかよく出てくるんですけど、どの子に対して可愛いとかをね言ってくれると僕もちょっと紹介しやすいので、ぜひ誰々ちゃん可愛いとか書いてくれる。みんなでいいじゃないですか、まあ、みんな可愛いか、うん、可愛くないやつはいないよね。まあそれアイドルイベントだからね、雑やな、まあいいんですけどもじゃあそして今回初登場、今回初登場の方がおられます。はい、しずきかなでさん、よろしくお願いします。今回初登場のしずきかなでです。しずきかなでさんは僕あの怪談師、あの怪談家のいわゆる稲川淳二さんみたいに怪談を語る人だっていう風に存じていたんですけれど、今回この番組に来てくれたっていうことはあのアイドルっていう枠でいいんですか。いや今回はアイドルではなくて、私はちょっとイレギュラーな枠で、まあちょっとこの成長を見守ろうかなと思って。わあ、なるほど、成長を見守る。アイドルじゃない人も出れるんですね。アイドルじゃなくてもなんか出てって言われたんで来ちゃいました。まあ、出てって言われりゃね、それは断らないですよね、はい、我々はね。本当ありがとうございますね。あのコメントでたけしが可愛いって書いてくれてる人、本当ありがとうございます。あ、すごい。ええ、お、え、素晴らしいですね。素晴らしい。いや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 、こんなアクシデントもあるのがなかなかね、あれでございます。普通に、いや、おかしいやろ、バリケード見えてないんかい。びっくりですけどね、あのコメントやばいやつ、コメントの方であの先ほどあの通った人、霊が見えるのかみたいなコメントしてた人ですが、霊ではなくですね、普通のお客さんだと。で、霊はここにいるんでね、まあ妖怪なのかちょっといろいろありますけれどね。そんな感じで今日はこの5人、ちょっと今日メンバー最近ちょっと少人数でやってたんで、ちょっと充実してる感じでね、あるので、早速番組をもう進めて、まあクイズ番組なんですこの番組ということで、今回はですね、あ、すいません、ちょっと台本にちょっと戻りますけれど、なんだ、早速ですが、ちょっと質問です。三浦春馬さん、栗山千明さん、ピースの綾部さん、そして私中澤たけし、この4人に共通することは何でしょうか。この4人に共通することは、分かった、はい、顔が濃い。顔濃いですかね、みんなまあ濃いっちゃ、そうなんですね。この4人は日本が誇る茨城県出身ということですね。今回は茨城県にちなんだクイズを用意してまいりましたので、皆さんで茨城知識をね競って、今日は茨城王をね、わかんないよってすごい茨城ってやっぱ素晴らしいじゃないですか。
どこですか。いや茨城、まあ、それはちょっと今日の問題進めていくうちに、はい、茨城ってこんなにいろんな魅力があるんだってことが分かるクイズになってるんで、今日ちょっとコメント多いんですけど、はい、多分あの茨城県のファンの方が多分いっぱい見に来てくれてるから、いつもよりコメントちょっと多いんですよ。すごい、ね、やっぱ茨城県のファンは千葉のファンより多いからね、ということでね。あ、千葉と競ってるってわけですね。ね、一番のライバルは栃木なんですけど、千葉はね、ちょっと茨城より実は上の、ああ、ついに口が滑りました、ね。まあ、あとちょっとで千葉超えるかなっていうところなんで、頑張ってね、はい、今日で茨城の好感度を上げようと思います。上げましょう。ということで、もう早速第一問いきましょうか。はい、いきますね。はい、ああ、危ねえ。平野さん、さっきの見なかったことにしてください。見てしまった。茨城県といえば、はい、国民的ヒーロー水戸黄門がありますが、水戸黄門はやっぱり茨城が生んだキャラクターですからね、水戸黄門の人気キャラクターランキングをやった場合、はい、絶対にベスト3には入るであろう人気キャラに風車の屋敷がおります。風車の屋敷のイラストを皆さん描いてください。めっちゃ難しい。一番うまく屋敷を描いた人に、ポイントを差し上げます。あの問題言う前から花子さん全然関係ないイラスト描いてたと思うんですけど、屋敷を描いてくださいね。はい、ということで。屋敷？はい。難しいな。本当にね。あのちょっと僕が前半であの保坂くんのファンがいるよっていういじり方をしたせいなのか、保坂くんに厳しいコメントもいっぱい来てるんですけど。厳しいコメント。まあ賛否があるのは重々承知なんでね、あの頑張ってるんで、まあちょっと温かい目で見守ってあげていただければとね思いますね。はい、そうですね。これ画面がなんかもしかしてこれちゃんと映ってるのかな。まあ一回一回、はい、お願いします。はい、風車の屋敷の庭、皆さんちなみに水戸黄門は一回ぐらいも見たことありますよね。ない。え、リナナさん水戸黄門一回も見たことないですか。ないですよ。え、そんな人世の中にいるんですか。え、他の方一回も見たことないって人はさすがにいないですよね。水戸黄門リナナさんだけですよ。そうですよ。だって普通におばあちゃんと一緒に過ごしたら絶対見るでしょ。そうなんですよ。お年寄りがやっぱ見たくなるもんでしょ、水戸黄門ってね。ないない。ネバール君書こうぜっていうコメントが来てるんですけどね、今回ね残念ながら問題に、あ、でもまあネバール君問題あるかもしれないですね。ちょっとね、なのでちょっと記載期待していただければとね、思いますけどね。なんすかね、保坂君のコメント今日多いな。ホサティン髪いじりすぎやってコメントが来てるんですけど、これ多分別の番組で保坂君を見た人のコメントでしょうね。今映ってないからね。まあ確かに今も髪いじってましたけどね、保坂君はね。そうなんですね。できました。できましたか。はい、じゃあ一人ずつ見ていきましょうか。はい、じゃあ一度も水戸黄門を見たことがないリナンナンさんの風車の屋敷、はい、よろしくお願いします。オープン。ダラーン。かわいい。かわいいでしょ。ね、あ、かわいい。これどこに風車感はど、まあでも見たことないんだよね。あの風車の屋敷って名前は聞いたことありますか。ない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 。あ、風車の屋敷って単語自体初めて。じゃあ完全想像で。そう、さっきこれキャスト誰ですか。キャスト、キャストさっきちらっと見えた人そう、見えちゃったんだよね。見えちゃった人。まあでも一回も見たことない人だから、そのくらいの3人はね。なるべくこっち寄りなのさ、見ないようにしてください。回答が書いてある。すごいなもんね。リナンナンひいきひどいな。いや、ちょっとね、見えちゃったんで、なるべくこっち見ると危ないんでね。はい、左から2番目の子可愛いよってコメントが来てますね。左から2番目。黒猫さんポカンとしてるんですよ。黒猫さん。いや、でも左だったら。左ってどっちだ。これほら、こうやって2番目だと。どっちですかね。左、え、左こっち。あ、荻野さんじゃないですか。いや、リナンナンじゃ。え、あ、僕も入れた。あ、僕もさん、たけし本命、たけし本命。あ、リナナさん可愛いってコメント来てますよ。たけし入れないでしょ。たけし入れますよ。当然入れますよ。すいません。じゃあ、沖野さんのイラストオープンお願いします。多分こんな感じの。あ、でもね、割と、割とね、特徴は掴んでるかなと。掴んでる気がします。絵心はないんですけど。はい、いやいやいや。いや、絵心ありますよ。なんか、日本昔話に出てきそうな絵柄の。確かに、確かに。時代劇に合ってると思う。じゃあ花子さん、今日行儀悪いね。あ、ごめんなさい。はい。え、あ、超おカメラ。ちょっとあの、あ、手、ちょっと大丈夫ですよ、大丈夫ですよ。あ、もう撮ってっちゃった方がいいですよ。あ、大丈夫、マイク。今日はカメラの前通る人が非常に多いですね。今日多分ね、我々の存在感が日に日に落ちていく。あ、でもそうですよね。本当この番組前はみんな避けてくれしたのに、今回ビュンビュン撮ってますから。毎月毎月我々のオーラがなくなっていってるし、ひどい話ですよね。ひどい。ただなんか素人が喋ってるだけみたいな、ね、ひどい話だ。じゃあ花子さんのイラスト見てみましょうか。こんな感じでね、まあちょっといいですか。
これはなんかもうこれ丹野さんを書いたんですね。もうもはや名前書いてますからね。あのもう問題無視ですね。まあいいんです。あでもね、イラストだけ見るとね、僕黒猫丹野さんね、あのちょっとね、イラストで見ると特になんですけど、ちょっとヤシチ感がありますよね。嘘。あの僕強引ですよ。今まで全然意識してなかった。ちょっと見てください、おみのさん。ちょっとヤシチ感。いや強引でしょ。強引かな。つげだのヤシチだのもう強引でしょ全部。でコメントで花子放送禁止かって来てますけど禁止じゃないんですよ。ライブが禁止なだけで花子さん映すのは全然。 YouTube にいっぱい動画上がってるんで、はい、ぜひ14代目トイレの花子さんで検索してあげてください。お願いします。あの黒猫タンゴさん色気あるってコメントが。やだやだやだ、あんたのことじゃないよ。じゃあ黒猫さんイラストオープンお願いします。まあ、特徴は捉えてますかね。ちょっとお客さんにも見えるようにとか、ね、なんか風車いっぱい持ってればちょっとあのキャラクターはあの黒猫さんの自分のキャラに寄せた感はありますけれど、じゃあかなでさんの、ヤシチお願いします。みんなうまいってびっくりしたんですけど、はい、この風車が目に入らぬか。お近い、あのセリ、いやそれね、あのこの印籠がですよね。あのヤシチね、別にやあの風車見せつけてね、あのひれ伏させるしかないんで、こういう感じかなって思いました。まあまあ、じゃあ若いゆえのっていうか、若いゆえの、若いゆえの。じゃあこれはあのちょっと僕が独断で決めちゃっていいですかね。決めてください。お願いします。荻野さんにワンポイントを差し上げます。ありがとうございます。荻野さんのヤシチワンポイントです。じゃあ2問目いきまーす、はい、あちなみにヤシチの一応正解だけこれです。これ、はい、あかっこいい。この人はヤシチ。
来てたんじゃないかって言われてる、有名な UFO 事件、日本最古の UFO 事件とも言われてまして、すごい、茨城県の大洗市で来た事件なんで、あの大洗僕も行ったことあるんですけど、あのここまでが現れたって言われてる場所にあの UFO をかたどった遊具とかもあるんで、ぜひ行って遊んで、ついでに宇宙人も探してもらえればと思います。ということで、どんどん行こうと思います。4問目いきます。はい、あ、3問目か、まだ2問しかやってないのか今日やばい、ペース遅いですね、今日ね、びっくりしましたね、あの最近3人制に慣れてたから、そうですね、それもあると思うんですね。じゃあ行きます、はい、茨城県出身の有名人といえば深作欣二監督ですが、深作欣二監督といえば仁義なき戦いやバトルロワイヤルの監督なんですけれど、ヤクザ映画が、有名ですね。ということで、このステージ、まあステージ、まあこの場でいいかな、ヤクザらしい芝居をワンフレーズ言ってもらって、恥ずかしい、最も迫力のあるヤクザを演じられた方にワンポイント、恥ずかしい、やっぱ茨城といえば深作欣二ですからね、やっぱ深作欣二といえば日本映画監督ベスト5には入りますからね、その方が嫌ですか、やだ恥ずかしい、これやばい、恥ずかしいですか、ヤクザの役とか、ヤクザ、ヤンキーの役、うり、ん、恥ずかしいよ、はい、いやだ、じゃあヤクザ演技得意そうなしずきさんからさせますか、いやいや、ね、それで様子見ますか、様子見たい、じゃあかな、じゃあかなでさんからまあかなさん女優さんだから、いやいやいや、まあ、本業の人がね、本業の人もなんか役、じゃあかなでさんのもう菅原文太をね見たいなと思いますね、いやだこれ、じゃあかなでさんの薬剤にもう一声ぐらいでいいんでよろしくお願いします。じゃあ3、2、1、あんなら舐めとったらあかんぜよ、おおすごい、すごい、もうこれ超超正当、いいじゃん、いいですよ、何舐めとったらあかんぜよ、じゃあ2人目の黒猫タモさん、こっちから全部いくんですか、いきます、いきます、はい、じゃあはい、はい、あ、そうか、ごめんなさい、どういう感じで、3、2、1でいきますね、すいません僕も、いきます、ちょっと見つめ合ってしまいましたね、3、2、1、こうなったら落とし前つけてもらおうか、この2人でもチートですからね、ある意味すごいね、女優さんとね舞台やられてる方ですから、あ、そうか、舞台ですね、黒猫さんさすが、そう、やっぱ2人ともすごい、黒猫さんやっぱり昭和の映画とかも見てきてるからね、やっぱり恥ずかしい、やだ、稲奈さん普段はちょっとヤクザみたいなことしてるんでしょ、してないよ今めっちゃヤクザっぽいことしてました、めっちゃしてましたよ、やばい、パッキュリンが出た、パッキュリン、じゃあ花子さんお願いします、3、あ、もう3、いきます、3、2、1、言わないんだ、あ、代わりに言います、はい、鼻に線香を詰め込んでやる、これね地味に嫌やなこれ、花子さんこの番組あの首切れてて、あの喋れないキャラなんですけど、僕最近いろいろ花子さんが出てるニコ生の番組見てるんですけど、結構喋ってるんですよ、なんでこの番組では喋ってくれないのか、僕はむしろ、不思議なんでね、喋ってたの見てた人この中にもいるかもしれないんでね、この間僕たまたまニコ生見たら花子さんがめっちゃホモが大好きって喋ってた、めっちゃ面白い、花子さんはホモが大好きらしいです、意外と駆除師の花子さんですね、はい、ということでこの番組でも喋ってね、いつか喋って、最終回では喋ってね、ホモの話しようね、ホモグランプリホモグランプリ、じゃあいきます、荻野さんの、回答、あ、回答ではいきますね、3、2、1、中澤さん家賃3ヶ月分耳揃えて払ってもらおうか、大家さんだったらしい、最初中澤さんって言った時あんまヤクザっぽくないかなと思ったけど、ちゃんと最終的にあの一応言葉遣いは丁寧だけど脅すっていうね、でも大家さんでした、まあ大家さんが間違えちゃった、やっぱね、確かにあちらの端2人が本物の迫力がちょっとあって、ありますね、迫力ありすぎて勝てないですね、こっち側に行くにする、まあでもリナンナスは期待できると思います、そうですね、どうしよう、いきます、3、2、1、いくらで交渉できますか、待て、ストーリーになってた、ストーリーになってた、今ヤクザあったかな、今これ中澤さん役でしたよね、完全に、しかもちょっとなんかワンテンポ置いてたから、ちょっと考えて言いましたみたいな、やばいですねこれ今の、面白かったですね、今これリナンナンちゃんにポイントあげてもいいと思います、いやでもこれヤクザの起訴問題なんで、もはやヤクザじゃない、これはかなでさんにワンポイント、よろしくお願いします、
出てきましたね。ちょうど今のかなでさん、黒猫さん、荻野さんがワンポイントずつなかなか競ってる感じで、来てます。でもあれでしょ、ヤクザ芝居してたのに可愛いってコメントが結構来てますよ。だからヤクザ芝居してるのは意外と可愛いと思われるんですよ。さすが深作メソッドはね、アイドルの世界での2。深作金ちゃんやっぱ素晴らしかったね。バトルロワイヤル2は金次で見たかったね。ケンタじゃない方が良かったね。まあそんな感じでですね、4問目、ゲゲゲの鬼太郎第5シーズン、あ、ゲゲゲの鬼太郎のアニメっていろいろやってますけど、第5シーズンでは47都道府県それぞれの代表妖怪が四十七士として選ばれていましたが、では茨城県代表の妖怪はどんなやつだったでしょうか。イラストでお答えください。これイラスト用意されてないんだね、ここね。よく考えて、これ一番難しいのにね。そう、これあのすいません、あの各自あのニコ生で見てる人はあのGoogle で検索してください、こういうやつがいるっていうことね。どういう系、あの、まあ、イラストであの茨城県代表の妖怪ってこんなやつだったんじゃないかなっていう、もう本当ね、特徴がちょっと合ってればいいと思います。なんやろう、茨城県に伝わる妖怪です。妖怪、ゲゲゲの鬼太郎の第5期っていうのは各県の代表妖怪がいて、例えば東京代表の妖怪は一つ目小僧だったんですよ。こういう感じでいろいろいたんですね。難しい、これゲゲゲの鬼太郎第5期途中で打ち切られてしまったんでね、あのぜひ続き作ってほしいっていう気持ちも込めてこの問題は無理やり入れ込んでしまったんですけど、あ、そういうことね、なかなかね、いろいろ、あ、でも今日コメントいろいろ本当来てますね。 ありがとうございます。あの花子喋っていいのかっていうコメントが来てるんですけどね、まあいい時はいいし、ダメな時はダメ。この番組ではなんでダメなのかな。あの昨日もなんか僕見てないんですけど、あの浅草女子会、あ、はい、あの荻野さんと花子さんと奏さん階段のイベントやってたんですけど、はいはい、あの番組前にニコ生の番組やってるんですよね、はい、ライブの前に、はい、そこでも花子さん喋ってたんですか。喋ってないです。あ、そこで喋んなかったんだ。周りに喋る人がいたら、まあ、基本的には喋らない方がまあ楽じゃないですか。周りが勝手にやってくれるし。心霊スポットのニコ生があったんですけど、はい、心霊スポット調べに行くってニコ生の時は花子さん結構喋ってまして、はい、多分他に喋る人がいないから。デスノートのライトとエルがどっちが受けか生命感みたいな、ね、やっぱりホモ好きと言ってたんですけど、ね、貴重ですね、あの先週のニコ生見てた方は。そうですね、その心霊スポットの番組は結構貴重だったかもしれないですね。そういうのは。じゃあだいたいいいレースできたみたいですね。じゃあ一人一人、はい、じゃあかなでさんからいきましょうか。かなでさんの茨城県代表妖怪はこいつだ。ネバール君か、これめっちゃ納得した。今ネバール君似てないけど、そもそもネバール君に似てるのかっていうボケみたいなのありますけど、じゃあ一応お客様にもじゃあ、はい、そうですね、ネバール君が今、まああれでも納豆の妖精らしいんでね、妖怪っちゃ妖怪なんですよね、ちくもあみですよね。じゃあ黒猫タンゴさんの茨城県代表妖怪お願いします。あ、やっぱ納豆だと思うんですね。そうだ、納豆太郎。納豆太郎って僕どっかで聞いたことある名前だな。なんかあんのかな。ありそうじゃん。ありそう、ありそう、ね、花子さんちょっとまだ書き終わんない。あ、大丈夫。じゃあ、ホモ好きの花子さん回答お願いします。これ何なんでしょうか。あのね、これね、鬼太郎って朝放送してたアニメなんですよ。これ多分出せないんだよな、朝のアニメにはね。寄生獣だったら出せたかもね、深夜のアニメ。じゃあ荻野さんの、茨城県代表納豆。すごい、納豆とグロしかまだ出てないっていうのはすごい。なんでみんな、これでもなんかラッキーマンで見たことあるんで、一応あのガモヒロシ先生の漫画いるんですか。なんか確かね、ご飯マンと納豆マンが合体したらなんか強いみたいな。強いですか。いや確かなんか納豆でなんか世界をなんか征服しようみたいな、なんか話だった気がする。納豆でどうやって世界征服するのかちょっとよくわかんないですけどね。まあちょっとそれはラッキーマン読めラッキーマン読んでください、はい。ご飯までに入ってます。リナンナンさんの回答お願いします、はい、やっぱ鬼太郎なんで、はい、目玉のキュルリン。あ、これ目玉なの。これ口じゃ、口だな。口に見えます。口じゃなくて口じゃないよ。口じゃないですよ。口、これ口ってことにしときしとき。あ、口。あ、おー、ということで一番似てた人はしときしときリナナーです。ひいきがひどい。ひいきがひどい。花子さん超暴れてるんですけど、ひいきがひどい。これで今4つに。ひいきがひどい。いや、次ラスト問題があるんで、これでね。あ、花子さんちょっとあの飛んできちゃいました。あ、すいません、びっくりした、いきなりなんか飛んできたから。もうこれラスト問題はね、でもラスト問題は、あ、ペンどこ行っちゃった。ペンどこ飛んでた。
ちょっとホサティンが今探してるんで、じゃあラスト問題いきますね、はい。茨城県といえば日本最大規模の丸々牧場があります。全国からも大人気な丸々の牧場、さて一体何の牧場が茨城県にはあるのでしょうか。これ観光スポットになってます。茨城県は日本最大のある動物の牧場があります。牧場です。動物の牧場なんで、これは一体何の牧場が茨城県にはあるのかっていうね、ぜひねこの番組見てる方は見終わった後にでも今日休日なんでぜひ遊びに行ってほしいですね。あ、ちなみに茨城県の石岡市にあります。茨城県の石岡市にあるある動物の牧場は一体どんな牧場なのかというね問題でございます。はい、一応動物の名前不安にしてください。そうなんですか。リナナさんが牧場物語って書いてるんですけど、問題の趣旨がね、牧場の名前を答える。なんか今チラって見ちゃったんですけど、答え見ちゃった。回答をね、かなでさんがなんかちょっとクリーチャー書いてるから、みんなちょっと花子さんが伝染してるんですかね。多分そう。意外とね花子さん影響力があるんでね、そのうちみんなシャウトするようになるんですよ。かもしれないですね。でみんなで追い出されて終わるんですよね、国境ね。ニコニコね正解書いてる人いますね。やっぱ分かる人は分かるんですね。見ちゃダメですリナさん。プロすごいな。ダメですよ、だって回答が流れてるんですよ。だから見たいんだよ。茨城県のこと知ってる人結構いるのは嬉しいですね。茨城で有名な、じゃあお客様の中で分かる方っていらっしゃる。茨城県にある何々牧場。分かった。あ、お客さんなんかにちなみに茨城県出身の方、あ、一人茨城の方いますよ。すごい。さすが茨城は日本一ですよね。うん、わめっちゃ首をかしげられてしまいました。まあニコニコでもね茨城の人見てたらね、茨城は日本一だっていうことでね、ちょっとぜひ、ね、あ、じゃあ大体揃ってできました。じゃあリナナさんからいきますか。リナナさん、茨城にある大きい牧場は何牧場でしょうか。納豆牧場。納豆はね牧場で作るもんだったかなって感じはちょっとあるんですけどね。まあいいでしょう。いいですよ。あ、茨城の人ありがとうございます。コメントができてました。茨城の方も見てるんでね、茨城県民の人はドキドキしながら、ちなみに茨城ですからね、ぎって言っちゃダメですよ。はい、ということで、茨城は大阪です。茨城が関東にあるってあれなんでね。じゃあ荻野さん、茨城にある牧場何の牧場でしょうか。アルパカ牧場。それ思いました。ちょっとありそうですよね。ありそう。じゃあ花子さん、それ書き終わった。あ、トップ行く？もうやっちゃったね。人間牧場。人間牧場はいいんだけど、これ首切れてる人とか置いてるんですよ。それ牧場じゃないんですよ。死体安置所なんですよ、これは。死体安置所。わかりますか？死体安置所と牧場は違いますから、仮に人間牧場だとしてもね。ちなみに人間牧場といえばウルトラセブンにそういう回がありましたね、ということでね。はい、次黒猫タンゴさんお願いします。猫牧場。いや、私、はい、リナンナさんと全く同じ答えだったんですよ。あ、納豆牧場だった。急遽書き換えて。まあ、みんな、いや、確かに納豆は美味しいんですけど、茨城って納豆以外にもいいものありますからね。そうだって散々さっき納豆って言ってたかったよ。茨城は日本一魅力のある県ですから。そうなの。そういうことでね。いや、実は魅力ある県ランキング最下位だったんですけれど。じゃあ、かなでさんの牧場何でしょうか。茨城川に似てない、茨城川って皆さん知らないかもですけど、茨城のローカルヒーローが茨城川ってのがいるんですけど、茨城川には似てないです。さっきのネバール君もそうなんですけど、ネバール君よりこの茨城川ひどいです。なんか知らない人が見たらなんか似てる気がするんですけどね。茨城川知らない人は検索してください。全く違うんで、もっとかっこいいですね。ちなみにコメントの方で受け狙いなのかアホなのかってコメントが、茨城川は本当に私ツイートされたどういうことですか。ツイートやり取りしたことがあって、茨城川とやり取り。そうなんですよ。やり取りしてその絵はひどいでしょ。ちょっと全然違う。でも頭の中にあるのと違う。すみません、これ正解一人もいないんですけれど、正解はダチョウです。茨城川の日本のサイドのダチョウ。いや、だって納豆とかにこんなに比べて一番近くないですか。ちょっとワンポイントの人があまりにも多いので、ちょっと最後にちょっと一問、もう無理やり正解を決めなきゃいけないので無理やり出します。もうすぐ答えてください。納豆を一番美味しく食べる方法をプレゼンしてください。は
い、こういう食べ方でやると、あ、挙手できますか、挙手、フリップしないですか、はい、フリップしないですか、でも喋れない子もいるから、あ、そっか、一応書きましょう、書く、納豆の美味しい食べ方をね、でこれでも一番美味しいと思った人が、今ポイント持ってる人が言っちゃった場合は、2ポイント、はい、目になるんでね、はい、で花子さんがこれで1ポイント取った場合は、花子さんになんか理由は分かんないけど2ポイント入ることにして、優勝決定戦ということにしましょうかね、はい、そんな感じで、じゃあ行きまーす、はい、じゃあリナガさん、ダーン、はい、納豆トースト、納豆トースト、あ、美味しそうですね、美味しい、納豆に、はい、あの納豆とタレを混ぜて、はい、で、乗せるじゃないですか、はい、で上からチーズ乗せて、はい、でマヨネーズかけて、はい、それをあれオーブントースターで、はい、チーンってやったら、はい、この通り、あ、うまけるりんでございます、ありがとうございます、じゃあ、はい、荻野あさみさんのコメント、あ、コメントじゃないやニコニコ見てたもんね、荻野さんの回答お願いします、めっちゃごめんなさい、めっちゃ真面目、はい、醤油入れて混ぜてご飯にかけて食べる、からしをつけても良い、これむしろよ、いや普通に食えってことですね、これはすみません、あの回答はあのお客さんの挙手で決めることに僕今決めたんで、あのどれが一番美味しそうか皆さん一応聞いといてください、じゃあ次、あの期待してないですけど花子さんの回答お願いします脳に注注、脳に注注ね、あ、ごめん注入、ごめん注入、脳に注入ね、あの花子さんね、花子さんにあの今回当たったら2ポイントっていう、あの一応サービスを与えようと思ったんですけど全くの無意味な結果になってしまったようで、これどの辺納豆なんですか、あ、注射器で入れます、あ、注射器で脳みそに納豆を入れる、はい、頭良くなりそうだね、そんな感じで、じゃあこれなんだろう、ああ、それで口と顔中の穴から納豆が出るらしい、ああものすごい黒い黒いあの R18 ですねじゃあ、ね、今日黒猫タンゴさん、混ぜずにタレとそのまま、おお、あ、要はあのこうみんな混ぜるけどそれをやらないでそのまま、やらない、やったことないな、美味しいのかな、私あんまり納豆好きじゃないから食べるときはそのまま食べます、茨城県、あ、でも食べるんだ、あ、一瞬茨城県民を敵に回してんのかと思ってたけど、私食べないですよ、食べないですか、天井打てなと一緒ですね、天井打てなと一緒ですね、納豆が苦手で、納豆美味しいですからね、美味しい、じゃあ最後しずきかなでさん、めっちゃスタンダードですけど、はい、卵と醤油、あー、あー美味しい、卵か、卵美味しい、卵は確かにね、じゃあ一応あの皆さんあの悩むとは思うんですけど、どれが一番美味しそうだと思ったか、あのすごいあのもう失笑も来てるんですけど、お客席やって皆さんね、手挙げ、じゃあリナンナンさんから聞きます、はい、リナンナンさんの食べ方納豆トーストでしたっけ、納豆トースト、が一番美味しいと思った方手挙げてください、お、いない、まさかのゼロですね、もうこれあると思った、美味しいでしょこれ、めっちゃ食べたことないの、コメントで納豆の美味しい食べ方花子にぶつけるっていうよくわからないので、確かにちょっとぶつけてみたいなとは僕もちょっと賛同しますけれど、はい、めっちゃ睨まれてる、めっちゃ睨まれてる、荻野さんお願いします、ご飯、醤油、からし、これあのクイズの答えとしては僕失格だと思うんですけど、なんで、普通に食べるってことでしょ、まあでもいや、なんか納豆食べたことがないから、あ、そうか、みんなこういう食べ方してるんだろうなって、まあ、そういうのも、そういうのも兼ねてのね、そう、じゃあこの荻野さんの食べ方が一番美味しそうだと思う方は手を挙げてみてください、あ、でもこれ、あ、1人、あ、1人、あ、よかった、じゃあ花子さんのこの R18 の脳みそに納豆注入が一番美味しそうだ、あ、意外な方が、絶対にこの回答には手を挙げてくれなさそうに見えていた、すごい、ありがとうございます、ありがとう、なぜかお礼を言ってしまいますね、ここありがとうございます、しかも2本指上げてましたから2票ってことですよ、いや違う、ピース、あ、違う、あ、違う、ピース、素晴らしい回答、あ、すごい、あ、2人、2人、ちょっと嫌がってらっしゃいますけど、じゃあ、黒猫タンゴさんの、何でしたっけこれ、そのまま、あ、そう、タレをかけてそのまま固形で食べるみたいな食べ方が一番いいなと思った方手を挙げてください、おい、意外にそれはね、じゃあ混ぜるものだから、え、混ぜるものだから、じゃあ、かなでさんの、卵と納豆を混ぜて、醤油か、卵、納豆、醤油が一番美味しそうだと思う方手を挙げてください、そうだよね、これが一番か、これは美味しいもんね、卵強いのか、卵美味しい、ではでは、茨城県王はしずきかなでさんに決定でございます、これは誇って大丈夫でございます、北海道出身ですけど茨城県出身なんですね、ありがとうございます、
北海道もね、大物が多いですからね。あの田口清隆監督も北海道出身ですからね、もう日本映画界を背負っております。ということで、あの茨城県王の優勝商品なんですけれど、あの茨城県って実はオカルトの聖地としても有名でして、あの茨城県で起きた怪談もたくさん収録されております。実は怪談本、まあ、ちょっと宣伝も兼ねてなんですけれど、私も著者の一人で入っております。怪談呪い屋敷をプレゼントさせていただきます。これあの茨城で起きた不思議な話もいっぱい入ってるので、ぜひ。嬉しい、階段指摘には最高のプレゼントです。茨城王、いただきます。ぜひあの茨城王だって今日から宣伝してください。はい、私は茨城王の方でね。茨城じゃないですからね、茨城ですからね。すごい。でもゲストが来たら、はい、ゲストが取っていく感じですね、このクイズ。確かにそうですね、狙ってやってるわけじゃないんですけれど、ということで、やはり茨城県というネタはですね、あの日本一だけありまして、なかなか盛り上がったんですけれど、なんとこの番組、そしてこのイベントも来月で最終回でございます。来月は何日でしたっけ。ここに書いてあるかな、8月の23日最終回なので、はい、あの番組はニコ生でも見れるんですけれど、あのライブはこちらでしか見れないんで、ぜひ来月あのフィナーレなんで、見に来ていただければと思います。で本日もあのニコ生の中継はここまでなんですけれど、この後このアイドルの方々、まあ、花子さんはちょっとできないんですけれど、あの花子さんもでもあのいるんでね、会場にね、はい、あのアイドルたちの本領発揮のライブがこの後こちらで見られますので、なんでしょう、そのリアクション、はい、本領発揮ですよね。本領発揮、もう今ね、森七菜ちゃんももうやる気ないから。あとすいません、最後に緊急告知もあります。なんとですね、このイベント自体来月でここで終わりなんですけれど、はい、9月21日に新宿ネイキッドロフトで、先駆けアイドル学園対抗ライブが行われます。対抗ってひどいな。イベント有料イベントなんですけれど、ちゃんと本格的にライブハウスでアイドルの皆さんが本領発揮できるイベントを、9月に行いますので、こちらぜひ来ていただければと思います。でここにも書いてあるんですけれど、基本お台場では出入り禁止、出入り禁止って書いてあるけど出入り禁止ではないです。